久しぶりにですねアンカー神戸にやってまいりました。はいです、はい、ということで ありがとうございます、はい、では今日はちょっとイベントの参加ということでアンカー神戸のこれもおしゃれですね。ちょっとね見晴らしいんですよここ。じゃーん、アンカー神戸はこんな感じです。広々して綺麗ですよね。でここから見える風景が抜群なんですよ。見てくださいこれ、鉄道好きの人にとっては最高の場所ではないでしょうか。阪急電車 JR 西日本が丸見えです。こんな上からね電車を見下ろすなんてなかなかないですよね。ところであそこになんか山陽電車止まってますね。あれは今留置してるんでしょうか。せっかくなんでもうちょっと角度を変えて、ミント神戸もありますね。あ、ここあれですね、 ポートライナーも見えるんでしょうね。あれですね、なんかあの何やったかな、スリー&パークやったかな、アンドスリーパークか、アンドスリーパークや。上から見えるなんてなかなかない。あ、 JR が走ってきましたね。わあ綺麗な、今日はしかもね天気が良くて暖かいんですよね。神戸新交通ポートライナーも走ってますね。あ、山陽電車も走り始めました。折り返しなんですかね。アンドスリーパークもねまだ行ってないんですよ。キッチンカー何個か出てますね。なるほどね、今ご説明聞いたんですけども、ちょっと見てわかりますかね。この私両手使ってるんで説明しにくいんですけど、ドロップイン会員っていうのがいわゆる法人とか個人会員じゃなくても使える。で登録料が1000円、税込み1100円で30分550円で使えるんや。はあ、これはいいじゃないですか。ちなみにこの奥にはですね会議室があるんですよ。会議室こんな感じですね。めちゃくちゃ綺麗。わ、ここの会議室は最高じゃん。いや綺麗わ。あ、阪急電車が動き始めましたよ。阪急の神戸三宮から大阪梅田に向かっております。神戸三宮の次の駅は春日の道駅でございます。ここでも絶対いいよな。これ税込み550円、30分550円。ここで仕事とかねお茶とか。向こうからまたあれ貨物ですか。なんか珍しい気がする。え、マジですか。なんか珍しいのが来ました。そんなに珍しいないんですか。そうっすね。私は何も私お、なんか色が珍しいですね。だいたい何が珍しいかも分かってないですからね。ここでも絶対この場所ええよな。しつこいけどアンカー神戸っていうのは神戸新聞社さんが複数社で運営されてるんですか。すごいなこれ。はいはい、阪急電鉄 SDGs トレインが来ました。これちょっとアップできへんかな。 SDGs トレインねなかなか映せないんですよ。あの4月5日から確かデザイン変わったんですよね。これ映せれへんかな。おお、ということでございます。これってねあの真ん中にあるなんかちょこっと出てるやつ、あれなんでしょうね。ホームの真ん中ではないけど、空気の入れ替え、空気の入れ替えも減ったくらいもないですもんね、ホームは。そうなんですよ、この長いホームであそこだけなんですよね。なんか意味があんのかな。
キスっぽい、うん、ぽいですけどね。視聴者の皆様でもしご存知の方がいたらコメントで教えてください。これでもね、鉄道をこの上から見るなんてなかなかないじゃないですか。ここにこんなのあったのとかね、発見があるかもしれない。近いですしね。あ、また電車来ましたね。あれ JR ですか？ JR ですかね。よう見張りますね、こっから。いやね、町は生きてますよね。はい、ということで今日はこの後ですね、安賀神戸で勉強するんですよ。勉強、はい、鉄道デザインの勉強します。安賀神戸はですね、イベントがありますんで、またあの概要欄にイベントの URL つけときますんで、ぜひ皆さんまめにチェックをお願いします。では勉強してきます。